なんか山深いですね。味釜の里に来ました。かまぼこが有名なんですかね。かまぼこ食います？いや、僕もアイス。みたいめっちゃ悪口や。本当どうして前走ってるんでしょうね。ちぎってやろうか。これだから私でしょ、これ私でしょ。殺された。決められてる。ですね。車で登りたい。琵琶湖にこんな山があるなんて知らなかったわ。ゲップです。ベロ出るらしいです。ベロ出っぱなしですとりあえず着きました。おすすめの「着いたー」とかやりたいけど、もうそんな元気ないから。着いたー、あつ森、あつ森、あつ森な、あつ森です。本物のすごいです。ウサギの顔がちょっと怖い。あ、このままでやってくれたらいいのに。え、ちゃうねん。それどうするの？こっから暴れへんねん。助けてー。食べられる。あ、いいです、いいです。いいです。無理でした。150キロ走ったらもう無理です。もう肩車してくださいね。肩車してよ。登りたい。ああ。肩車して。肩車？うん。いや。いけました。はい、ポーズとって。あー、いいね。はい、 3.5 キロも登って、象の鼻にも登って、うん、なんじゃどうやって降りるんですかね、これ。え、来た道と一緒じゃない？来た道？来た道？来た道と一緒に降りる。これでもほんまにさ、みんな気をつけて、下手しい、はい、釣る、こんな走った後にあれしたら釣ります。あ、で見てください。これって走ってきた方？あ、どうなんやろ。走ってきた方か。景色が、わ、海みたい。え、ね、海みたいですね。走ってきた道ですよね。走ってきたよね。まだ半分やね。ねえ。ほんまに100キロ切って帰れんの？帰れるって。いや、人って疲れたらさ、下も疲れてくんねん。帰れんの？帰れる？あれ。帰りますよ。あ、めっちゃ広かったで。反対側。広いな。広かったですね。帰れますよ。え、見て見て。とやん。もうあとちょっとです。200ちょいなんや。そうですそうです。いただきます。スタージェップスに来ました。やっと私ほら琵琶湖っぽいマス揚げたやつ挟んだサンドみたいな。もうあもう分からへんねん。今風車村170キロ地点。なんかここ琵琶湖の、うん、ほら認定証もらえるチェックポイントのここなんや場所にもなってるらしいです。認定証もらわれへんけど、うん、私はコーヒーゼリーとバスクチーズとコーヒーをいただきます。はい、いただきます。もうお腹空いてさ、今で4400カロリー今で消費ね。あれってなんか時折見かけるんですよ。サイクリストが琵琶湖見ながらさ、うん、休憩してる姿を横目に。私ら走り去っていくじゃないですか。ああいうことしないんですか。うん、したかったん。はい。まあいいか、今日は。したかったん。うん。したかった、でももう雨に追われてるから、てかマジで降ってきたし。降ってきたな。降ってきたで。どういう感じ、雨雲。一回ちょっと来ますね。その後、これね。15時20分ぐらい来ますね、ちょっと。する小雨の中動きやすいんちゃう、うん、次のさ休憩スポットをちょっと飛ばして、うんそうね、ドリンクスポットやったんですけど、うん、スキップして、うん、まんじゅう行きましょう、うん、どうすか今さだから180、うん、約180走ってるじゃないですか、はい、疲れ具合ぼやぼや何パン残ってんの？分からん30パンぐらい。今からさ桂木さん登れって言われたらどうする？ペースによるよくれたの登れよ。だって坂走ってないやん今日。坂と平坦違うやんね。別腹ってこと？別腹や登り方が違うやん。今立ってないからさあんまり。ダンシングしてたら楽に登れそうな気がする。体が痛い。言ってることが分からへん。うんな。アホですわこの人。ペースによるやんペースに。なんか調子なかった？ペー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 やってなかった？じゃあなんか下ってる最中にじゃあちゃうかなんか川沿い走ってる時に川沿いちゃうわ琵琶湖や川とか言ったら怒られるわ。まあとりあえずあと49？ちゃうわ39か40キロか。40キロって言ったらな。140で次までが30キロです。バイバイ。できました。雨との戦いでここからはだからさ雨やからちょっと撮れないからカットでお届けしますカットでレッツゴー大福屋さん5時までに閉まるらしいですやばいです来ましたギリギリ5分前これやっほー泥まみれの口の中にお口直しで雨よりちょっと走りやすいんだけど5時、うん、あとだけど今ね足だから変な動きしただけで足つるねん気をつけてから巻き上げてくる泥を見ながら抵抗よりマシやと思ってべったり引っ付いてますもう終わりよもう終わり10キロぐらいあと11キロですねじゃあもう100と帰ります100と帰る負けたくないらしい抜かした人に朝と同じ景色です。はい、何時間後走ったみたい。ね、今日の概要なんですけど、はい、216キロ、はい、7時間17分、アベレージが 29.7 です。30です。最後30切ったらあかんからとか言ってめっちゃ私必死にもがいてついてたのに、私 29.7 です。残念でした。四捨五入した30やんか。そうですね。四捨五入した30です。いやでも初めての美和市です。まあ、古いな。しかも古びよ市の記録がなんかちゃんと残せて嬉しい。やっとこれからサイクリストって一人前のサイクリストって呼べるの、これで。そうですそうです。今まで言えなかったんですよ。一人前のサイクリストになりました。認定、これからよろしくお願いします。お願いします。ね、あの罰ゲームはさ、これからちょっと違う方向性で考えますわ。乗れなくするっていうのが罰ゲーム。そうね、逆よね。なんかもうさ、それはそうやな。酷な状況になればなるほど、どんどんテンションが上がって、どんどんスピードも速くなってさ、最後なんか知らんけど、私のチーニーにかかって40キロ弱まで出てさ、どういうことなんやろうって思ってましたもん。ああ、面白かった。でもハイエンドのおかげで私もそんなに疲れてない。全然疲れてないって、もう一回、もう一周できるらしいです。もう一周はさすがにできないんですけど、200キロ走ったっていうぐらいの疲れではなくて全然。あ、ほんま。まあ一人一生後ろやったっていうのもあるんですけど、もうちょっと走れって言われたら走れます。ほんま。もうだって200そうなん10何キロ走ってんのにやれ。自走で帰ったら無理ですね。何言ってんですか。もうね、だから今日みたいなさ、琵琶湖みたいな平坦。ああ。もうやっぱサーベルは空気抵抗がやっぱりね。他のバイクと比べてやっぱ一味違いますね、うん、だって全然半分いくまで全然ニヤニヤしてたもんな。全然ニヤニヤしてました。いやもうハイエンドハイなんで皆さんサーベルをお買い求めの際はぜひリベです、はい、でも本当に楽に走りたいのであれば、うん、ハイエンドはすごいいいよね。いやマジで足がないやつほどハイエンドを買ってくださいいやマジで。いや今日これでベースがそう出来上がったんで富士ヒルも大丈夫そうですね。そうですね。はい。じゃあ風呂入って帰ります。はい、皆さんもぜひビワイチ安全にお楽しみください。チャンネル登録と高評価。また罰ゲームいい罰ゲーム待ってます。また次回。バイバイ。よしじゃあ帰ろう。琵琶湖バイバイ。